今回紹介するのは、プロ野球怪物伝。 という本です難しい言葉は一つもない非常に読者の視点を大切にしているとてもわかりやすい著書きっと監督時代も選手たちにはこんな感じで野村イズムをわかりやすい表現で伝えていたんだろうなプロ野球界最後の怪物は間違いなく監督野村だと感じる的確な分析されてます清原のとこ読むだけでもそれはわかります 確かに森監督の教育が良ければあんなことにはならなかった野球選手は社会的にはみんなバカですからね新人選手には教育士とかないと気になる選手のとこしか読みませんでしたけどね野村氏ならではの見解がわかり面白いのですがもう少し人選を絞って深掘りして欲しかった面もありました野村さんのストレートで完成豊かな評価はいつも楽しく。 想像力をかきたてとても勉強になります野村ならでの評論で面白かったしかしながら昔の話が少し多かったのが残念なものであった以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします